杯的蛋，鲜蛋一个杯的蛋。那什么脸？啊！大家都一定要来一次。真的大家好，ゆりです。欢迎来到我的频道。耶！今日は主人ともデートの動画を撮っていきたいと思います。わ、何気にね、外でのロケ初めてなんですよ。だからね、ちょっと楽しみ。でさっき龍山寺でね、ちょうどバイバイをしてきました。なので今から一緒にお昼ご飯食べに行ってきます。え、で、どこ行く？已经预约好餐厅了，我们去吃大餐。真的吗？对，耶！行きましょう。はい、行きましょう。じゃあ後でね。あ、綺麗だね。え、見て。めちゃくちゃ大きい蛇がいる。めっちゃ大きい。着きましたよ。ゆり、到了，在这里。我们有约两点两个人。你知道这是什么吗？え、もう日本語書いてあるよ。スッポンって。スッポン。スッポン食べるの？うん、入りましょう。いや、ちょっと待って。え、しかもなんかいろいろ書いてあるよ。三系スープって絶対違うけどさ、ヘビだよねこれ。日本語と一緒だもん。有蛇、有鳄鱼、还有鳖。对，这个都是吃养颜美容的哦。皮膚にいいの？本当に？对啊。だってもうヘビいるよ。これ食べるの？对，这个是可以解毒而且排毒的，是对身体很好。哎，我不敢了。你不敢吗？可是你是吃了之后就可以变成台湾媳妇。你没有吃过这些东西，不能说你来过台湾，这是台湾的传统料理。对啊。好了好了呢。试试看，它对皮肤很好。好啊。啊，走吧。それを聞いたら。那とりあえず，老板你好，请问一下有什么推荐？对，推荐的。看你要吃什么，吃鳖是滋阴补肾，嗯，好、哦。那吃蛇是清凉解毒，嗯、皮肤养颜美容，荨麻疹，过敏性皮炎。啊，所以女生喜欢吃的。对、嗯、啊，所以看你要吃哪一种，啊，各有的清修这样子。哎，推荐的就好了。那我们就一个蛇肉汤，一个鳖肉汤。对，那这个是什么呢？这个一个是鳖的血，一个是鳖的胆，血胆，一个鳖的蛋。鳖血是蛋，蛋是精血，它补肾。哦。还有它胆是固眼睛，是眼睛吗？然后蛋是皮肤，这个蛋是皮肤。哦。这样子。好。好的，这是鳖嘛？啊，对，啊，那蛇汤就是以前小时候就很多人都会臭桃暖嘛。嗯、以前医生没有那么发达嘛。是。啊，现在科技的啊，现在蛇汤就是吃解毒、是排毒。哦。这个是蛇毒，哦，解毒。是。血也是排毒。嗯。啊，胆固眼睛，它就这样，对身体皮肤啦什么长什么都可以。哦，好。好，那谢谢，可以，谢谢，谢谢。どう楽しみ？好紧张哦。好紧张，你有吃过？没有啊，真的没有。蛇跟鳖都没有吃过。没有没有。日本人不吃吗？不吃。吃吧。不吃啊，石粉有吧？石粉好像有哈。嗯，还是我没有吃。没有吃，一般人不太会吃。嗯。对，虽然我也没有吃过，食べたことないのに。对对，现在是政府的关系，所以没有活的蛇。那以前在台湾的话，通常都会有活的蛇，然后现杀，然后给你看这样子。啊，不需要，吃了之后就对皮肤很好，所以加油。
好，都到了。这个是蛇，鳖，蛇血，蛇毒，蛇胆，鳖血，鳖蛋，鳖胆汁。尤里，你要吃哪一个？我先可以选吗？对，你可以选一个。那先汤好吧？啊，闻起来很香。很香，好像鸡蛋的感觉。嗯。じゃあヘビから食べる。ヘビがいい？ヘビの方がなんかまだ形が少ない。じゃあいただきます。很香ね。めっちゃいい香りする。美味しい。美味しい？うん。およかった。え、美味しいよ。え、普通のジータンみたいな。ジータン。うん。え、なんか餐厅なんか。すごいガウジーな餐厅とかに出てくるスープの味がする。おお、美味しい。ヘビをいただきます。はい。でもさ、全然ヘビっぽくないよね。うん。ヘビだよ。ヘビのミーちゃん。なんそこでやん。いや。意外と普通に美味しい。而且，え、本当に鸡蛋みたい。什么味道？像什么肉？鸡肉。像鸡肉。嗯。だからもう鸡蛋飲んでるみたい。嗯。意外と美味しくてびっくり。え、これ全然食べれちゃうよ一個。美味しい。而且，よかった。じゃあいただきます。乾杯。すごい血の色が濃い。え、案外飲みやすい。全然お酒の味しない。かといって血の味もしないよ。ビエタン。ビエタン。うん。じゃあ乾杯いただきまーす。ミルクの味がする。あ、像牛奶。やっぱりミルク入ってるのかな。うん。美味しい。那还不错。椰蛋。椰蛋。うん。もうどこの箇所か全然よく分かってないけど。椰血。椰血。乾杯！干杯！干杯！あ。お酒の味。これも食べてみる。はい。スッポン。初めてスッポン。スッポンは肌にいいってよく聞くよね。ちょっとさっきのスープより濃いめ。いただきます。お、ちょっと違う味が。ちょっとヤンローっぽい味がする。うわ、好喝。味噌好喝。え、待って、これはちょっとさ、なんかものすごくスポンだ。スポンだよねこれ。いや、可愛い。ちょっと見た目が。あ、コラーゲンだよ。有很多的。コラーゲン、コラーゲン、コラーゲン。自分に言い聞かせて。いただきます。うわ、美味しい。さっきのお肉よりかちょっと硬い。弾力がある感じ。これね、冬とかに飲みたいね。美味しい。美味しい。うん。お酒によく合う。うん。牛肉っぽいちょっと。有点那个中药材的感觉。うん。うん。どっちも中药っぽい。好，那所以呢，结论是。结论是好吃。大家都一定要来一次。真的吗？那你还会再来吗？你带我的话。哦，我带你的话就可以来。好。一个人不敢。一个人不敢。
つはコラーゲンって感じ。完食しました。全部美味しかった。すごいね、全部食べたね。うん。なんかスッポンはヤンローに牛肉って感じで、ヤンローさんに牛肉。あと、ヘビの方は本当にジータンっていう感じ。でももうね、なんか体ポカポカだし、本当になんか健康に良さそうな感じ。なんか肌綺麗になった。そうそうそう。すごいな。速攻性あるの。对啊。すごいな。而且吃完之后，你应该就变成台湾新埔了。哇！台湾新埔，台湾新埔，知道意思吗？嗯。啊，今日はここまでにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。じゃあ恒例のチャンネル登録と高評価、あとインスタグラムのフォローとコメント欄へのコメントお待ちしてます。では次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。